皆さんこんにちは、シューフォンキノコです。ちょっと今見ていただいているのは2020年11月にあった時の財宝ステージです。こちらは動画にもしているのですが、この時の自己ベストの68本開けた時のです。その後これ以上はないかなとあまり財宝ステージをやらなくなってしまったのですが、実はこの財宝ステージ今が記録を伸ばせるチャンスなんです。どういうことかというと、こちらは昨日の100人サバイバルですが、最後青霧に入った時のカウントダウンに注目です。気づいている人も多いと思いますが、残り時間が減るのが遅くなったんですね。以前のものと比べてみます。ここで20からスタート。ちょっと動いていてわかりにくいですが、明らかに以前のものの方がカウントの減りが早いですよね。要するにこの減りが遅くなったのを利用して宝箱を開けまくろうという作戦です。実際にツイッターで視聴者さんが記録更新した画像を紹介していました。これは狙えるチャンスでしょう。それと気づきましたか？この試合僕は取ったばかりのレイドを使ってました。なんと今回は1回で出るという奇跡でも撮影してないという、なので釣れているところだけお見せしました。それじゃ財宝ステージやっていきます。3回目の挑戦です。行くぜー。横に全体マップを表示します。財宝ステージって宝箱の形のマップになっているんです。最初知った時は驚きでした。青鬼オンラインの数あるマップの中でもこのマップは本当にすごいですよね。僕以前に68個開けた時もなんですが、だいたい行き方が決まっています。スタートから左へ移動、下を回って、もう一度この下半分を回ります。右から一番上、中央の宝箱が並ぶところを開けられるだけ開けます。その頃にはもう3体目が出ています。3体目は左下に出現。この3体目が左から来るか右から来るかでその後の動きは変えています。でも回り方を変えたりしても中央の最終マスは必ず狙います。これが僕のやり方です。スタートの時にも3回目の挑戦と言ったのですが、僕もともと最高が68個だったんですね。1回目の挑戦で68から75個に、そして2回目の挑戦で75から76個に更新しています。これが3回目の挑戦になりますが、記録伸ばせるといいな。今2回目の下半分を回っています。この後このまま上に進んでいきます。僕今ペットを一番連れています。記録を狙うときに一番出て欲しいのがスケートで、次がガスマスクなので一番はぴったりだったりします。この中央エリアでは開けられるだけ開けます。3体目が右から来たので左へ抜けます。ライト王には時間とともにダッシュが速くなる気がします。スケートがないと最後の方は開けにくいです。これが最後の呼吸になりそう。ここからが霧のカウントダウンが遅くなって有利になるところです。とにかく開けていきたいです。ラストどうか？76個ですね。77回は死んだ後の判定でした。ということで自己ベストは76個となりました。でも68個から8個も記録更新できました。今月のご褒美祭りのスケジュールがまだ出てないようですが、
青切りにいられる時間が長くなっているので、自己ベスト更新を狙いますね。そしてクリエイター軍団とのコラボですが、今現在こんな感じ。フィッシャーズさんは終わったんですが、限定マップでの青逃げが必要な、セイキンさん、はじめ社長さん、哲也さんが終わらないという、ちょこちょこと頑張っていこうと思います。今回はご褒美祭りの財宝ステージ、自己ベスト更新をお送りしました。それでは動画はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。